皆さんこんにちは、ハイ視聴ですのコーナーです。新島市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、この令和2年に完成したこの宮川朝市の通りと本町三陽町の通りをつなぐ両陣橋の前にやってきております。はいはい、今この私たちがいる場所というのはその本町通りだったりとか安川通りや国分寺通りなどのそう中心とした住宅や店舗が集まるいわゆる中心市街地と、そうですね、はい、呼ばれる場所なんですけど、これまでこの中心市街地を活性化するためにいろんな取り組みを行ってきたんですよね。はい、まあ、こういう意味の中でやっぱりいろんな活動をやってきましたけども、この橋ができたことによって、下町といわれる古い町並みと、それから新しい商店街である本町通りというのが有機的につながってね、お客様が両方向動きできるという、まあ、素晴らしい場所になったんじゃないかなというふうに思います。そうですね。はい、まだこう村藩とかもできてですね、どんどんまた大政というこれから伺うところも、そうです、オープンしましたし、市民の皆さんとか観光のお客様がゆったりと楽しんで歩いていただける、そんな街づくり、そんな地域づくりが進んでいけばいいなと思ってます。今市長のお話にもありましたように、大政という施設がですね、4月の11日にオープンをしましてですね、市長、この大政の施設について簡単にご紹介いただけますか。はい、これはね、地域の活性化で地域の皆さん方が、自由に使っていただくということはまず大事、そういうたまり場ね、でもう一つは観光のお客様が、ふっと休めれるようなところで、そしてまた街の案内とか、それから観光の案内なんかの資料なんかも手に入る場所、ちょっと休める場所、それから今度は市民の皆さんも散歩とかね、お買い物のついでにちょっと休まるとことか、あるいは少しイベントをやるとかっていう、そういう場所に使っていただいたり、あるいはこの通りを使ってね、マルシェなんかをして、いいですね、まあ、そういう自由に使っていただける場所というふうで整備しました。そうなんですね。また施設の中にはこの飛騨の家具とか、そうだよね、いろいろと、だからここどちらかというと飛騨の家具のね、まあ、ショールームのような感じもするし、いいですね、すごく親切な、ガイドしてくださる皆さんも、スタッフの方、スタッフの方も見えてますから、使っていただければと思います。ぜひですね、使っていただきたいなと思います。ではですね、市長、今日はですね、この大政の中にゲストの方をお呼びしてますので、せっかくですので、じゃあ一緒に行きましょう。お願いします。中をまたご紹介しましょう。では参りましょう。参りましょうか。行人橋を眺めることができる2階の和室にやってまいりました。それでは今回のゲストをご紹介します。本町3丁目商店街振興組合の下畑智子さんと、本町4丁目商店街振興組合のトムさんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では市長、今日は4人でお送りしたいなと思ってますので、ではまずはじめにお二方にお聞きします。今回オープンしたばかりの大政からお送りしてますけども、この大政の施設に対する率直なご感想、下畑さんから教えてください。明かりとインテリアがとっても素敵な建物だなと思っています。工事の前から古い建物の時から見させてもらってまして、建物がもうまさかこんなに美しく変わるとは、とても驚いています。個人的には2階にあります和室の、釘隠しと屏風押さえというアイテムが非常に好きなアイテムです。で、屏風押さえは柱と同化してますので、これを見つけることができたら非常にレアなアイテムなんじゃないかなと思っています。なるほど、探してみてください。そういう楽しみ方もあると、教えてもらった。トムさんいかがですか。私も素晴らしいと思いますね。本当すごい綺麗になりました。できるところはその古いのものを残してもらってすごい嬉しいです。一つはちょっと残念と思うけど、大政はもともと染め屋さんでしたんですよね。で、その染めの壺を残せばよかったかなと思って、一回はこの見たんですよね。これやっぱ素晴らしかったんですよね。なかなかそのもの見えないんですよね。
ちょっと残念でした。ちょっと考えてみましょう。まあ、仕方ないんだけど、はい、まあ、なるほどね、はい、そういう昔がちょっと忍べるものも必要かもしれないね。あ、そうですね、はいはい、これいいことをお聞きしました。最初今お二方お話ありましたけど、はい、いかがですか、うん、いやだから僕らも知らなかったけどさ、うん、やっぱそういう地域の皆さん方の思いもね、はい、しっかりとここに込めていかなきゃいけないなというふうに思ってますし、そうですよね、まあ、単にこの施設を整備するっていうだけでなしにね、はい、やっぱ使ってもらってなんぼですから、うん、地域の皆さんがそういうふうに関心を持っていただいて使っていただければありがたいなと思います。はい、はい、また今トムさんのお話にもありましたように、うん、こう昔ながらのその柱とか梁もしっかりと生かしているんですよね、うんうん、そうですね、できるだけ遺構は残せるようにして、でも機能はしっかりといい機能をやっぱり入れたり、こういう家具もね、はい、平の家具を全部揃えさせていただいて、うん、家具の展示館のような感じにも今させていただいてますけど、ね、はい、木工芸スクールの生徒さんの作品も展示したり、そうそうそう、ね、寄贈していただいたのをね、うん、そしてお二方にお聞きしたいんですけども、この大政に期待されていることって何かありますか。はい、京人橋ができる、そして大政のもう工事が始まる、まあ、これらを前に、まあ、約 3,4 年くらい前から地域住民や私たちのような商店街のものにいろんな勉強会や、セミナーや意見会というようなことを市役所の方が行ってくださいまして重ねてきました。で、まあ、その時に出たものっていうのは本当に私たちがこの地域を本当にまあ愛して大切にしているっていう思いのものだったんですね。でそれはまあ私自身も嬉しく思ったんですけれども、まあ、その大政を通して、地域の歴史も調べましたし、新しく行人橋というのも誕生して、こう、右岸側と左岸側の人の行き来ができるようになり、本当にまさにまあ温故知新だなというふうに思っています。で大切にしたい思いというのは、まあ、新しい形になっていくんだなっていうことが、まあ改めて分かりましたし、市民の方や観光客の皆さんからも末永く愛される場所となってもらいたいっていうのが一番ですね。はい、ありがとうございます。トムさんいかがですか。まあ結局まあここに、まあ、そのうちは、まあ、本町、まあ、3丁目とうちは4丁目、うん、まあ、まあ変わらないんですよね、うん、やっぱり商店街 でその商店街はもっと発展のために、やっぱこういう結局このタイマーサーとか京人橋 あるから、一緒に絡んで本町と一緒に何かいろいろなことでやれば一番いいと思います。はい、はい、市長今ほどお二方のお話ありました、うん、いかがでしょう。それぞれの皆さんの思いがね、うん、ここで、こういろんなお話をされたりとか活動されてね、うん、一つずつこうなんていうか形になっていくような、そんな場所になってもらえばいいなと思うし、はい、これからどんどんやっぱり僕このままじゃなしに、この使い方とかさ、あるいはこう設備もそうなんだけど、進化していってもいいと思うんですよ。こうあったらいいねって、先ほど大政さんのね雰囲気がどこにもちょっと残ってないっていうか、染め物屋さんっていうのが少し残ったらいいかなって言ったら、うん、そういうの加えていったりとかさ、ね、だからここがその皆さん方の活動の拠点であると同時に、観光のお客様もここから次のところへ行く一つの出発点というか、ゲートウェイというか、まあそういうになってもいいよね、はい、うん、そういう感じはしてます。そうですよね、はいはい、でこの大政というのは中心市街地の活性化を一つの目的にしてますけども、うんうんうん、何でしょう、この支所地域にこうまたいい影響を与えたりとか、うん、こう波及していくといいですよね。そうそう、こういうかけてほら VR っていうんですか、VR、はい、これをこう見ていただくとさ、うんうんうん、いろんな支所地域のなんかそういう風景とかいろんなのが見える、はい、ですよね、ここでそういうのを疑似体験していただいて、そういうところに出て行っていただくとかね、はい、うん、そういう場所にもなればいいと思います。そうですよね、はい、島田さん、この大政っていうのは何でしょう、お子さんのこのキッズエリア、木のおもちゃがたくさんあるキッズエリアとか、またこう広いスペースの授乳室など、こういろんなこの機能があるじゃないですか。そういった点はいかが思われます。そうですね、宮川に散歩に来て、で実は私たちも子どもの頃から遊んでいる、はい、まあ、通称だと思いますけど四丁目広場っていうのが、うん、この川のたもとにあるんですね。でそこで子どもを遊ばせて大政で休憩していただくなんてことはすごくいいんじゃないかなと思いますね。天気のいい日には、はい、
まあ、最近川には、カモが飛んできたりしますし、はい、あのそんな生き物を見ながらここで休んでいただくっていうのはすごくいいなとは思っています。なんか鯉も泳いでるから、そうですね、観光客の方橋の上からね、はい、鯉見ていただいて、いいですよね、ちょうどこの大政がオープンした時はあの桜が満開でね、そうでした、とても綺麗でした、う、ね、うがんのところの桜がバーッと咲いててね、はい、綺麗だった、うんうん、また夜もこうライトアップして綺麗ですよね。そうなんです、あの照明の具合がとっても綺麗で、あの本当になんか橋一本、行人橋のライトアップがとても綺麗で、うん、橋一本でこんなに高山がこう彩りある街になるのかなと思ってまして、うん、はい、あの行人橋から見る高山の景色っていうのもとても素晴らしいですね、うん、トムさんもよく散歩されますか、この周辺というか、まあ、まあお近くですけど、まあ、たまにこう散歩するけど、うん、今さっき言われたけど、うん、やっぱこのライトアップとか、うん、あれ夜ですごいいいと思いますよ、うん、だからやっぱこう大麻さとか行人橋使って夜はちょっとなんかのイベントで、うん、やればいいですよね、うん、トムさんやってよ、はい、まあ今いろいろ考えてますので、はい、まあ結構大町と大麻さん一緒にやればとか、一回の場とも思ったけど、ここのちょっとのアートの展示会みたいで、でいろんなみんなやっぱまあテーブルとかいろんなまあ細かいのもの、だからその橋の上とで、あそこみんなでなんか自分の展示会する分、まあいいね、すればいいかなと思うんですよね。いいですよね。で夜でもね、ちょっとライトあって、はい、雰囲気出せば結構面白いですよね。そうですよね。はい、あの日本人って夜の楽しみ方があんまり上手じゃないからさ、はい、夜は宴会か寝るかどっちかだっていう感じが多いからさ、だからそういう意味ではその夜のなんかこう活用し方っていうのも、そうですよね。ね、ここはあの9時半まで、朝9時から9時、夜9時半まで開いてるし、はい、うん、トイレもね年中無休で結構のいいと思いますよ。やっぱこう大間さんも展示会通して、うん、結構アーティストいっぱいいるんですよ、竹山。アーティストで、あのたちやっぱ自分の作品で見せたいとか、ね、なかなか難しいですよね。でここの中でやれば結構面白いと思いますよ。もうフリーに使ってもらいますから、展示会とかそういうのも、はい、うん、でただあればみんな嬉しいですよ。ああ、もう僕は無料だからね。やっぱりそのお金はなかなかないんですよね。そう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 、はい、だから無料だから使ってもらっていいよ、うん、でお客さんも喜ぶしさ、そうですよね、そのアートを鑑賞できるっていうのも、はい、うん、なるほどね、はい、いろいろアイデアが出てくる、出てきますね。僕は面白いと思いますよ、ね、はい、今イベントのお話ありましたけど、うん、下畑さんの方はどうですか、はい、何か今後、今度5月29日日曜日なんですけれども、はい、本山マルシェ第4回目の開催を大麻さオープン記念としまして開催しようと思っています、はい、で飲食店から、まあクラフトのショップさんなんか多数 の、 出店の方が出ていただけますので、飲食を本町の方で買っていただいて大麻さんに持ってきて飲んだり食べたりもしていただけますから、楽しんでいただけるんじゃないかと思ってます。たくさんの方に来ていただきたいですね。いいですよね。確かに今大麻さんの外にこうパラソルとかテーブルとか置いてありますもんね。そういうのも使っていただいて、うん、はい、もういろんな使い方をしていただきたいですよね、うん、ちょっと一杯もここできるんだよ。あ、そうなんですか。ちょっと一杯も OK。 あ、ちょっと一杯も OK ということでたくさんはダメよ、一杯ぐらいでいいしね、はい、うん、だからいつもの夏祭りもね、うん、本町4丁目も3丁目もやってるんだけど、はい、だからここのちょっとステージ作れば、うん、でここのバンドでやってればとか、ね、結構のいいかなと思うんですよね。だから雨降ってもまあバンドの中 で、ね、うん、機械とか心配ないで、そうですね、大げさ傘さして外でもいいですよね。ああ、なるほどね。結構 の、 安全で安心でできますので、そういうふうな活動も面白いと思いますよ。はい。そうですよね。はい、うん、でまあ、商店街の方もそうですし朝市の方もそうですけども、うん、その他の方にもぜひですね、はい、イベントされる際は積極的に使ってほしいですよね。はい。はい、ではですね、番組も終盤に差し掛かってまいりましたので、最後に視聴者の皆さんに向けて皆さんからお一人ずつメッセージをいただきたいと思います。まずは下畑さんからお願いします。はい、はい、本町3丁目4丁目また朝市、すごく今楽しい場所になりつつあります。大麻さんもオープンしましたし、これから気候のいい時期になってきますので、皆さん散歩とお買い物は本町3丁目4丁目商店街へどうぞお越しください。
はい、ありがとうございます、はい、ではトムさんお願いします。まあ今ここねこんな素晴らしい設備とかできましたので、だからもうちょっとやっぱり観光客も地元の人をどんどんこういうのエリアに来てもらえばありがたいんですね。そしたらもう本町全体にもうちょっと似顔になりますの で4丁目今何店舗も空いてますので、まだね誰が自分の商売やりたいとかぜひ来てください。あ、なるほど、はい、では最後市長お願いしますか。はい、この大政作った大きな目的はそのにぎわいと交流、はい、にぎわい交流館という名前がちょっとついてるんですよね、はい、ですからにぎわうというのは商店街の皆さんもそうですし地域の皆さん方が本当にここで活力がガッと出てくるって、うん、で交流という意味があるから観光客の人と市民の人、観光客と観光客同士、それから市民の人と市民同士とかね、そういうそのいろんな人たちのこうつながりがここで生まれてくる、うん、なるほど、でそういう場所になるのを願って整備をしたので、はい、大いに皆さん方活用していただければなというふうに思ってます。ぜひお使いください。はい、ありがとうございました。それではですね、今回は国島市長と一緒にゲストに本町3丁目商店街振興組合の下畑さん、本町4丁目商店街振興組合のトムさんにお越しいただきまして、新たにオープンしました大政よりお届けしてまいりました。この大政の施設なんですが、広報高山の5月号の特集にも掲載していますので、ぜひご覧ください。そしてインスタグラムをですね、この大政されていますので、ぜひそちらの方も、ご覧いただければなと思います。それではですね、今回の番組ここまでとなります。市長、島田さん、トムさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お願いします。